潜伏期間なんと20年。スキューシーの本来の目的とは、スキューシーはマッツのクローン実験の、記念すべき成功体第1号、サイファーポールに20年以上、潜伏し続けていた目的は、打倒、天竜人のためのスパイだったのではないだろうか。ベガパンクはドラゴンと話した際に、標的は見失うなと言っていた。この標的とは間違いなく、天竜人のこと。スキューシーがサイファーポールイージスゼロまで登り詰めたのは意図しないことだったようだが、ベガパンクの私の大ピンチを救ってクエイサーという一言であっさり裏切ってベガパンクを救ったことから忠誠心の高さが見える。クローンとしてでも産んでくれたベガパンクを実の親のように慕っているのかもしれない。天竜人の情報が直接得られるポジションに居続けながらベガパンクに情報を流しつつ、自分の力が必要となる日まで20年以上サイファーポールで活躍し続けていたと思うと涙が出るね。